まあ、中山さんの人柄とですね、職人さんのですね、仕事ぶりも以前から拝見してましたので、何にも考えることなく依頼いたしました。施工物件とは違う場所で撮影させていただいております。中山コーティングにご依頼いただきありがとうございます。今回塗装しようと思ったきっかけを教えてください。妻のですね、実家なんですけどね、築年数がだいぶ経ってましたので、以前自宅の方をですね、中山さんにやっていただいたので、またやっていただきたいということでお願いいたしました。奥様のご実家の、はい、建物の築年数を教えてください。はい、築35年ぐらい経ったと思います。塗装工事を依頼する際、心配したことはありますか？自宅の方以前やっていただいた時にすごく印象が良かったのですね、何も心配することなく中山さんにお願いいたしました。今回お母様のお家の塗装を中山コーティングに依頼していただいた理由を詳しく教えていただきたいです。はい、そうですね、まあ、中山さんの人柄とですね、職人さんのですね、仕事ぶりも以前から拝見してましたので、何にも考えることなく依頼いたしました。はい、提出させていただいたお見積もりの内容はいかがでしたでしょうか？物価等は上がってますけど、適当な見積もりだったと思いますので、高いとかそういうあれではないので、適当な値段で施工させていただきたいと思います。他社からお見積もりは取られましたでしょうか？今回は一つも取ってないですね。もう中山さん信じてお願いいたしました。はい、ありがとうございます。施工画像やお休みするご報告などを LINE で送らせていただきましたが、作業日数などを含めて内容は分かりやすかったでしょうか？距離がありますので直接は確認できませんでしたけど、まあ、LINE なので画像等送っていただいたので大変分かりやすかったです。担当の中山や職人の対応はいかがでしたでしょうか？中山さんとはいろいろご相談に乗っていただいたんですけど、直接は職人さんと今回お会いすることはできなかったんですけど、母親から聞いてますのは大変よくしていただいたというお話を聞いてます。はい、今回、はい、RS シルバーグロス SI という関西ペイントさんの塗料で施工させていただきました。はいはいはい、色合いなどを含めてどのように決められたかというのを教えていただければと思います。はいはい、妻の実家ということで、妻の意見と母親の意見を前面に信頼しまして、お願いいたしました。今回ドアの交換を行いましたが、はい、仕上がりはいかがでしょうか？塗装だけと初め考えてたんですけど、せっかく綺麗になるのでドアも含めてやった方が一体感があってですね、いいかなと思いまして今回お願いしました。塗装の色目とですね、ドアの色目がありまして、なんか新築のような状態になったので母親自体も喜んでました。はい、施工中不安なことなどはなかったでしょうか？実際私が確認することはできなかったんですけど、 LINE 等で送っていただいたんで不安になるところはありませんでした。はい、今回中山コーティングで施工して良かったことを教えていただきたいです。仕事ぶりがですね、以前自宅もしていただいているので信頼できる人だったので、職人さんも含めて非常にありがたかったですね。今回の施工に点数をつけるなら100点満点中何点でしょうか？110点ですね。はい、阿南市でこれから塗装を考えている方がいらっしゃると思います。その方たちに向けて一言アドバイスをお願いいたします。おそらくですね、築年数経っているご自宅もですね、たくさんあると思います。今回もですね、母親の自宅を塗装中にですね、近所の人が訪ねに来られたという話を聞いてますので、中山さんにご相談されたと思います。はい、ありがとうございました。はい、すみません、お母様宅に続き2本目で、今回ちょっと施工後のアフターフォローの動画、多分一番最初の動画となりますので、思い出のある お宅なんでですね、はい、ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。はい、すみません。以前 YouTube で見たことあるんだけど、あれはお客様の声で、で今回施工後のやつは初めてなんですよ。前はなんか女の人失敗したやつ。
あれはうちがやったやつじゃないやつですね、うん、そうそうそう、はい、なんで今回中山コーティングが施工させていただいて、どうですか、5、6年もう5、6年経つ、経ちますね、2010何年経ったかな、あれ見たら分かるんだけど、スケジュールの10年は経ってない、あ、10年経ってないですね、そうですね、うん、かなり前なんで、かなり前ね、消費税が、消費税がね、かなり上がる上がらんとか、そうです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 、そこら辺だったです、はい、うん、でも本当に TOTO さんの光触媒、その時一番いいやつ行ったん で、うん、で今もこうやってちょっと動画撮らせてもらったんですけど、やっぱりかなり綺麗、そうね、汚れを備えないように思いますね、はいはい、でも今その TOTO の光触媒って言ったらもう撤退しちゃったんで、あ、そうなんですか、そうなんですよ、はい、だからやりたくてもやれないんですよね、光触媒ってあるんですけど、また別の触媒になるんで、まあそれもいい光触媒なんですけど、やっぱその TOTO っていうブランドはやっぱりないんでですねはい、はい、そうですね、結構前ですね、うん、もう6年ぐらい経つと思いますね、そうそう、はい、5年6年ぐらい、2015か16だったのよ、そうですね、うん、幹線道路沿いなんで、うん、排気ガスとかがやっぱ絶対つくじゃないですか、うん、光触媒に限ってはもうかなりついてないんで、うん、はい、車の確かに多いんですよ、はい、うん、信号で止まるでしょ、そうですね、うん、で煙とかやっぱ排気ガス大体こう白系の色合いなんで汚れるんですけど、うん、汚れてないんで、うん、雨でこう汚れ落としてくれるっていうのはやっぱさすが TOTO光触媒だなと思いますはい、すいません、いえいえ、はい、よろしくお願いします、いえいえ、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。詳しくは概要欄からホームページをチェックしてみてください。